クラウス・フロリアン・フォークとは、ドイツ・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州杯で出身の、テノール歌手。リハルト・アーグナーの過劇ローエングリンのタイトルロールでの、成功で特に知られる。クラウス・フロリアン・フォークとは、もともとは、ホルン奏者であり、1988年から1997年まで、ハンブルク・フィル・ハーモニー管弦楽団に所属していた。歌手としての資質に気づいた妻の母の勧めで、 本格的に声楽を学ぶことにし、オーケストラ活動と並行して、声楽をリューベック音楽大学で学び、その後、ドイツのフレンスブルク歌劇場に入った。1998年、ドレスデンのゼンパー・オーパーに移り、ジュゼッペ・シモーネやコリン・デイビスと仕事をした。当初はリリック・テノールとして、キャリアを始め、モーツァルトの歌劇、マテキでタミーの役、次に、 スメタナの歌劇、売られた花嫁で、ハンス役、リヒャルト・シトラウスの歌劇、アラベラで、マテオ役として、それぞれ出演した。彼が、リヒャルト・アーグナーの歌劇、ローエングリンを初めて歌ったのは、2002年、ドイツのエアフルト歌劇場においてであり、ほどなくして、同役で、国際的に登場するようになった。また、彼は2007年、 ニュルンベルクのマイスタージンガーのストルツング役でバイロイト音楽祭デビューを飾った。2012年、彼はドイツのクラシック音楽賞であるエコークラシックで最優秀男性歌手に選ばれている。コンサートレパートリーとしては2009年にマーラーの大地の歌をクリスティアン・ゲルハーヘルと共にケント・長野式のモントリオール交響楽団との共演で録音している。 クラウス・フロリアン・フォークトには、妻と4人の息子がおり、現在ドイツのシュレスビヒ・ホルシュタイン州ブルンスビューテルに住んでいる。ありがとうございます。